木浪ピッチャーゴロ、飛び出した上田海、挟まれて時間を作ります。ランランプレーに持ってって木浪は二塁到達で、この一瞬の隙をついてタッチをかわした上田海、三塁も陥れます。これにベンチも大きく盛り上がって、山崎はがっくし。三塁になって代打糸原、外野かなり前進守備という中、ライトフライ、上田海スタート、間一髪スライディングホームイン。まさに走塁のスペシャリスト上田海が1点をもぎ取りました。